今回はこの場を借りて年末のご挨拶をさせていただきます。今年もあとわずかとなりましたね。私はこの1年間皆さんにフィリピンのニュースをメインに日本語で少しでもお役に立てればと思い、様々な映像を制作してきました。皆さんからのコメントや高評価、チャンネル登録などたくさんの応援をいただき本当に感謝しています。おかげさまで私のチャンネルは今年8万8000回再生され、630人の登録者を獲得することができ、残すところ1000人の登録者達成まで少しですが明かりが見えてきました。これもひとえに皆さんのおかげです。ありがとうございます。来年も皆さんにお役立てできるよう頑張って映像制作を続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんにとって来年も素晴らしい1年になりますように心よりお祈りいたします。それでは皆様、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。